本日は9月の13日、今6時50分ですね。今日9月に入って2回目の材木ザフィッシングをやってます。今日のポイントは第2灯台ではなく第1灯台ですね。このすぐ横に島マリーナ湖の沖の第1灯台があります。そのあたりで最近友人が稲田とか、カンパチがあることということなんで、その場所で第1灯台の場所でやってます。今日はカメラを固定しました。カメラを固定して、カヌーの前に設置してます。だからどういうふうにやってるか、今ですね、カメラには見えませんが、カメラの、後ろでゴマセを詰めています。こういったまずゴマセをですね、ゴマセカゴに入れています。海は非常に穏やかですね。で、あそこに、友人がパドボやってますね。あのパドボの、後ろにルアーを引っ掛けて、それで海上を流しています。先週はそれに、稲田が30センチぐらいの稲田がつきました。それでまたその後にも、もっと大きいやつが食いついたらしいんですが、そいつは切られたと言いましたね。だから結構この辺りが魚の通り道かもしれない。おいしい、こういう感じですね。今こういうやつですね。こういう、コマセカゴに来たんで、今日は肝心のオキアミを忘れるし、それから重りも忘れるし、散々ですね。もうこれを投入します。投入して、これでコマセを振ります。はい、こうやって振ります。ちょっと上になるかどうかな。振ります。これで竿先を振ってゴマセを出しながら魚の当たりを待ちます。稲田にしても何しても動いてるものに反応するんで、ルアーなんかの方がいいんですが、まあこのゴマセの場合でもオキアミの餌がついてますとそれに食いつきます。先ほどまでは周辺にナブラがあったんですよ。今魚の水面上の動きは止まってますね。今7時前です。この正面が江ノ島ですね。昨日富士山が初冠雪したということですが、富士山は見えませんが、本島の方もだいぶ下がって、いましたんで、あとはどんどん小松を巻くしかないね。